者目線。ここからは取材を続けている平田記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずなぜ今になってこの予算、建設費の予算が増えるという報道が、話題が出てきたんでしょうか。まずちょっと一度金額確認をしたいんですが、当初はですね、1250億円と言われておりました建設費ですが、3年前にはやはり資材価格が上がってきているということなどを理由にですね、1850億円まで膨らみました。さらに今回、これでもまだ足りないということで2300億円程度になるのではないかというふうな見通しになっているということなんですが、実は建設業界の間ではこういった話があったみたいなんです。3年前にですね、1850億円に上げた段階で、実はもう2300億円程度になるのではないかというふうに思っていたということなんですね。じゃあ果たしてこの2300億というのは適正な額なのかというのが気になるところだと思うんですけれども、こちらご覧ください。これ万博の会場建設費なんですが、大きなものを挙げますと、イベントなどを行う大祭事場というところや迎賓館、小祭場、こういったところがですね、軒並み、当初の計画よりも金額が上がっているということがわかると思います。でこの理由についてなんですけれども、基本的な資材価格の高騰、人件費の高騰というふうに言っておりますが、こちらですね、当初のですね、この、これ入札をかけてるんですが、入札の時の見積もりが甘くですね、なかなか業者がこの最初の金額では見つからないと、じゃあ結果入札はしてるんですけれども、建設業者さんの言い分に近い金額に合わせざるを得なくなってですね、適正な競争が働いてないのではないかと、業者さんの言い分通りの金額になっているのではないかということが指摘されています。ウクライナ侵攻ですとか、あと人件費の高騰ですとか、読めない状況が起きてしまっているとはいえ、万博協会の副会長を務めている吉村知事も今日も説明はありませんでした。これどういった理由が考えられるのでしょうか。はい、吉村知事ですが、先月ですね、天のスタジオに出演していただいた時にもですね、建設費でこのような発言しています。はい、今はですね、この予定の1850億円の枠内でギリギリ収まっていると。そして今日こういう報道がありまして、再度聞いてみたところ、万博協会が今金額について精査中なので、まだ結果は出てないので何とも言えませんという発言でした。しかしですね、我々関係者への取材でですね、実は7月にですね、こういったことがあったんですね。万博協会が増額について大阪府市とか経済界に、ちょっと上がりそうですよというような説明に実は言っていたという話がありまして、そうなってくるとこういう発言というのは果たしてどうだったのかなというのがちょっと疑問に思うのかなと。番組で、計算してみたところですが、2300億円だとするとですね、国民の負担はだいたいこの600円程度、さらに大阪府民の負担はですね、国民600円程度ですね、はい、で大阪府民の負担は5000円近く、はい、さらに大阪市民になると2万円近くなるのではないかというような単純計算ではありますが、これだけどあれでしょ、その国民というのは要するに赤ちゃんからご高齢の方まで全部ってことでしょうね。人口で計算した金額で、単純に人口で計算するとこれぐらいの額になるという計算なんですね。はい、でさらに他にも建設費以外にもかかるところありますよね。はい、今したお話がですね、この会場にかかる建設費という部分なんですが、その他にも実は日本館という日本政府が建てるパビリオンにこれぐらいのお金かかってます。さらにこれも見込みよりも上がってます。大阪府市が建てるパビリオンにもこれぐらいのお金がかかってますということで、また会場建設とは別のお金がかかってくるんですね。で、さらに、警備費という、会場警備をするお金なんですが、これは当初運営費と呼ばれるチケット代で賄うというふうに言われてたんですが、やはり安倍元首相のですね、銃撃事件などがありまして、警備をもっと強化しないといけないということで、上振れが予想された結果、もう警備費に関しては国が負担しますよというような話になってきているという状況なんですね。ですから平田さん、やはりこう私たちにとってももちろん経済にいい影響があるとしても納得のいくものであってほしいですね。まさに、こういったお金っていうのは、基本的にはやはり全国民の負担で成り立っているものだと言えると思います。我々の税金を投じてですね、これだけの万博をするわけですから、やはりそれに見合った成果というのをですね、ぜひ1年半後を見せてほしいなというふうに思います。はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。